れ様です。やっほー、こんばんは。寒い。寒くないですか？でも寒いんだけど、例年より寒くない。例年のさ、この時期よりはさ、寒くなくないですか？なんかそんな気がする。こんばんは。わ、めっちゃダサい。ヒートテック出てる。めちゃめちゃダサい、めちゃめちゃダサい。今日はもうね、肌色のヒートテックなんて着ちゃってね、超絶ダサい。何よりもダサい。黒いヒートテックよりもダサい。あ、オッケーオッケー。こんばんは。お疲れ様です。前髪の巻き取れちゃった。前髪巻いてたのに、なんかめっちゃストレートになっちゃった。こんばんは。寒い。でもさっきも言ったけど、本当はもっと寒くない？この時期って、この時期って本当はもっと、毎年もっと寒い印象ある。なんか紅葉の時期ってなんかもっと寒かった気がする。まあ、寒いんだけどね、もちろん寒いんだけど、もちろん寒いんだけど、なんかいつもよりは低くないような気がする。なんとなく。だるまありがとうございます。そんな気がします。こんばんは。なんかもっと、今日紅葉見に行ってきたんだけど、もっと毎年もっと寒い気がする。毎年もっと寒かった気がする。なんか今日は意外と寒いけどなんかそこまで、うわもう無理っていう寒さじゃなかった。うん、ほんと寒いの嫌いだからさ、いつももう帰りたいって思うぐらい寒い記憶があるけど、今日はそこまで寒くなかった印象です。ハートありがとうございます。もうさ、髪の毛めっちゃなんか外派手みたいになんか寝たらこんな寝癖ついちゃった。ハートありがとうございます。めっちゃ英語で褒められてる。え、本当に？この英語を褒めてくれてるの？ダメだ、わかんない。 Wow! You look so
プリティ嬉しい、 Thank you。 あーちょっとわかんないな、あーちょっとダメだ。 Your voice is so cute。 おThank you so much. 大丈夫かな。She's pretty indeed.何インディーズって、インディーズ Thank you。 Thank you すぎる、マジマジ so much、 Thank you so much。なんて言ってくれてるんだろう。もう Thank you so much しか言えないのよ私。なんか嬉しいってなんて言うんだろう、めちゃめちゃ嬉しい、めちゃめちゃファイン。何ファインってどういう意味だっけ、 I'm fine ってどういう意味だっけ。あ、ハッピーでいいのか、確かにハッピー、 I'm happyやってるかな。おー難しい。むず。なんて言ってくれてるんだろう。嬉しい。Thank you。Thank you すぎる、 Thank you so much。 わーわー、ホネストインディール、なんて言ってるの、全くわかんない、全くわかんない。You are making me smile also. You can do it. Thank you. Thank you. 君は私を笑顔にする。Thank you. 嬉しい。嬉しい。ハッピー、 Thank you。 もう Thank you とハッピーしか言えなくて Sorry。 こんばんは、主権さんありがとうございます。すごい嬉しいですね、本当に嬉しい、ありがとうございます。ウォッチング Thank you。 なんて言うんだろうね、なんだっけそういうの、見てくれて、リスニング、ウォッチング、カムサ、あ違う、カムサムニだって韓国語だわ、カムサムニだって言おうとしちゃいました。ウォッチングトゥー Thank you。 絶対通じない、
あ、そうだ。 Thank you for watching。 Thank you for watching だ。カムサハムニダード全く違うやん。Thank you for watching. Thank you. Thank you. うれしい。うれしい。うれしいのイントネーション。わかる。うれしいになっちゃう。なんかさ、英語とかやってる時ってさ、なんか自分の日本語までさイントネーション変わっちゃわない？なんか英語の授業中とかさ、日本語すらもさイントネーション変わっちゃう。わかる。なんかつられない、つられない、なんか嬉しいみたいな。英語の授業中めっちゃつられた。よく。いや嬉しいね、本当に。Thank you すぎる。もうこの時点でさ、日本語入っちゃってる。もうとってもとっても Thank you ってなんて言うんだろう、ベリーベリー Thank you、 ベリーベリー Thank you すぎる、すぎる Thank you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  so much so much so much。 なんか日本語ではさ、すごくすごくとかめっちゃ本当に本当にって言えるけどさ、英語だとさ、こう本当に本当にっていうさ言葉をさ何回も繰り返すことってできるのかな。マッチ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 みたいな。日本語だったら本当に感謝伝えたい時って、本当に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 ありがとうって言えるじゃん。でも英語で言う時は Thank you so much 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 って言えばさ、とってもとってもって伝えられるのかな。ビリビリビリ Thank you とか。そのベリーベリーをたくさんつけたら本当に感謝してるっていうこの強さがさ、日本と同じなのかな、それとももう全くなんかそういうのないです、ないって感じなのかな。こんばんは。ベリーたくさんでいいんじゃないかな。あー、じゃあベリー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 テンキューで日本語にしたら、本当に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 ありがとうってことにできるのかな。ハートありがとうございます。英語もう少しやっておけばよかった。もう英語ほんと苦手なんですよ。まあただ授業にたまに週1ぐらいで来てくれるあのアメリカの先生は好きだったよ。ただ英語の授業は嫌いだった。ただの英語の授業は嫌いだったけど、あの週1で来てくれるそのアメリカの先生の授業の時は大好きだった。もう可愛くて可愛くて本当に愛おしかった。先生が本当可愛い。もうなんかもうずっと授業中さ、もう先生のことしか見てなかった、可愛すぎて。もう本当可愛いんだよね、なんかもう本当に可愛い。あとさ、なんか英語の授業ってさ、 Here は Thank you っていうのよくやるじゃん。あれ本当おもろくないですか。なんかさ、先生がさこうプリント配る時とかさ
ひわって言ってさ、Thank you っていうやりとり、本当にいつもさ、ツボすぎてさ、ツボじゃない？なんかおもろくないですか？本当に本当おもろい。なんか子供、なんかいやさ、本当に子供だなって思う。そう、そのアメリカのあの先生が来てくださる時だけめっちゃ英語の授業好きでした。それ以外は本当に嫌いだった。それ以外は嫌いだったけど、そのアメリカの授業が、あ、アメリカの授業じゃない、アメリカの先生とかが来てくださる時だけもうめっちゃ頑張って授業を受けてました。懐かしい。まあ小学校も中学校も高校もそういう先生がいたんだけど、誰が一番好きだったかというと高校。超可愛いんですよ、マジで。もう可愛いって、もう本当に可愛いんです。そう、小学校も中学校もまあ可愛かったんだけど、でも高校が一番可愛かった。なんかね、可愛かったんですよ。見たらわかる。見たらわかる。ほんと可愛い。なんかもうすごい、その先生の時だけめっちゃ頑張って授業聞いてた。うんうん。でもめっちゃうなずきながら授業聞いてた。そう。かわいい。うんうん。ハリウッド女優みたいな感じ。うん、男の方です。男の方。男の方なんだけど、なんか可愛くて、なんかね、可愛かった。可愛い。可愛かったですね、すごく。でも見たらみんなひなが言ってる意味わかると思う。超可愛い。可愛いんだ、それがもう本当に、もうなんだ、可愛い、可愛いんですよ。可愛い。高校の英語の先生が一番可愛かった。可愛かったですね。しかもなんかすごい頑張ってくださってる感がすごく愛おしくて、なんて言うんだろう、こう、そのやっぱさ、授業ってさ、話聞かない人いるじゃん。で、別にそれ以外の授業だと別に話聞かない人いても、まあ、自分も聞いてないし、まあいいかな、別にどうでもいいかなって感じなんだけど、その方が授業してる時はみんなに聞いてほしくて、だからなんかちょっとでも喋ってる人いると、今頑張って話してくださってるのに、なんで話聞かないんだって思って。やっぱさ、先生とかってこうちょっと聞いてって言うじゃん。で、普通の授業だったら別にいいやんって思うけど、その方の授業の時はもうみんな聞いてってすごい思ってた。だってすっごい一生懸命教えてくださるんですよ。それがすごく愛おしくて、なんかそう、 そう、それ以外の授業は全く私も聞いてなかったし、あ、もう周りどんどんうるさくしちゃってっていうぐらい、私は本当にその授業が嫌いだから、周りもうどんどん喋っちゃって、もう怒られちゃって、もう授業潰しちゃってって思ってたぐらい、まあそっち側タイプなんですけど、私的には。でもその方の授業だけはちゃんとみんなに聞いてほしかった。そう、うんうん、
その方の授業だけはもううるさくしてほしくないくて、もうちゃんと聞いてたかった。うんうん。こんばんは。先生次第で教科の好き嫌いあるかも。あるかも。ひなはもうとにかく音読させる先生が大嫌いだった。もう音読とあのめっちゃ当ててくる先生が一番苦手でした。音読と当ててくる、もう全然当てずに授業を進めていく先生大好き。もう本当大好き。もうなんかさ、当てるのなんであんなに当てるの、なんかさ絶対先生意地悪楽しんでると思うんだよね。絶対先生さ生徒の困ってる顔好きでしょっていう先生いない？もうひなが悪い方向に考えてるだけのかもしれないけど、絶対あなた意地悪でしょっていう方たまにいません？絶対それ意地悪してるでしょみたいな。生徒の困ってる顔大好きでしょ君、君って言ったらちょっとめっちゃ上から目線、あなたみたいな先生いますよね。本当に嫌だ、もう本当に嫌だ。だからひなはすごい全然当てたりしない先生の授業はちゃんと聞いてた。当てたりしない優しい先生の授業は大好きだった。でもすごいちょっと意地の悪い先生とかの授業は嫌いでした。いるよね意地の悪い方。ちょっとえそれ確実もう意地悪っしょっていうことしてくれる、くる方たまにいるじゃないですか。だからすごい優しくてなんか全然当てたりとかしてこない先生が一番好きでした。英語が音読させる先生、ひなもなんですよ。英語まださ日本語音読させられるのはさ、まあ嫌いだけど嫌いだけど、日本語音読させるならまださ自分の国の言葉だしなんとか喋れるけどさ、英語を音読させてくる人本当に嫌だ。わかるわけないでしょっていう。だからひな英語の授業さすごい音読、ひなも音読させる先生だったからさ、もう本当に無理。本当に無理。日本語ですらままならないのに英語が喋れるわけないでしょって教えてあげたい。あとなんかペアでやらせるタイプ先生、あの英語の授業とかで、じゃあペアでなんか質問し合って終わった人から座るみたいな、あれやったことない。もうさわかる、あれなんか隣の人と2人でなんか英語で質問し合って終わった人から順次座るみたいな、それ最後に残った人かわいそうやん。そんな意地悪する必要あるんかっていう思いですね私的には。別に立たなくていいやん、座ってみんなでせーので一緒に言ってみんなでじゃあ終わりっていうならまだ優しいよ。でもなんかスタンドアップさせられて終わった早く終わった人からなんかシャワー座るみたいな、だからひなもう一回立ってすぐ座ってました。やったことない。でも隣の人が真面目な方だとやんなきゃいけないんですよ、わかる？なんかこう隣の人が友達とかだとやばいやばいやばいやばとか言ってさ座っとけばさなんかバレないじゃないですか。でも隣の人があの真面目な方だとあハローみたいな、わかる？めっちゃあるあるじゃない、あハロー、まあ、My name is ひなたみたいな。本当に嫌だ、もうこういうことさせてくる先生嫌い。もう優しい人がいい、何も行動しない先生が一番好き。もうなんていうの、教科書先生が読んで、あここ線引いてノート書いて黒板書いて、もう立たせたり座ったり音読させたり
とか当てたりとかしない普通の何もしない先生が一番大好き。もう一人で進めちゃってる方の先生が一番好き。一人でそのままもう何にも生徒の意見とか何も聞かずにまっすぐ進めてほしい。わかる？まっすぐ進めてほしいです。そう、黒板写すだけがいい。うんうん。もう当ててくる先生が一番嫌だ。あと当ててくる時のその当て方がわからない人、なんだろう、なんかやっぱその日が、まあ、例えば今日は6日じゃないですか、11月6日だから、じゃあ6番名簿番号6番からのからの、じゃあ今日11月だから11足して16みたいな、なんなんそれ、そんなんどうでもいいわみたいなさ、わかる？あ、これほんと嫌い。なんか6ときて、じゃあ7、8、9、10で行くんじゃなくて、じゃあ今日11月だから11足して16、17番、6足して11で17番みたいな、嫌いなんだよ。かけたりとかさ、引いたりとかさ、割ったりとかさ、なんなんそれ、本当に嫌だ。もうそれで自分に当たった時の絶望感よ。うんうん。本当にもうね、意地悪なんだよな。うん。こんばんは。あるあるじゃない、本当にあるある。もう本当に嫌だ。もう音読とかもめちゃめちゃ嫌いだった。だからひなさん、音読始まったらさ、もうその音読はさ、こう列でこうさ、何、丸読みしていくじゃないですか。丸読みしていくじゃないですか。だから自分がどこを喋るのかっていうのをもう数えていくのね。丸を数えて、もう何人も前のところから自分がどこを読むかをその全部数えて、もう先に自分がどこを言うかっていうのをそのやっとくんですね。でこそっと隣の友達に、ね、この感じなんて思うの。で聞くんだよね。もうこれが私の音読の日常でした。丸読みが始まったらもう数えるの。とにかく丸を数えて、今この人が読んでるから何番目の何個目の丸だから自分はここを読むっていうのを計算して、これなんて読むのってやるんだけど、たまにその計算が合ってなくて全く違うところを読む羽目になった時の漢字のわからなさ。これもあるあるだと思うんですよね。数えたはずなのによ、そこじゃなくて違うところを読む羽目になり、全く漢字友達に聞いてなくて困るっていう、これもめっちゃあるある。そう、しかもあの、みんなシーンとして一人ずつ読んでる中でさ、誰でも読めるような感じ読めないのが一番恥ずかしいじゃん。みんなが読めないのならば別にいいけど、なんか誰でも読めるような感じを間違えたり読めなかったりするのが本当に恥ずかしいからさ、辛かったです。絶対先生はしめしめって思ってるだろうな。ひなもうさ、先生イコール意地悪みたいな印象がありすぎてさ、いやもちろん全員が意地悪なわけではないけど、もちろん全員が意地悪なわけではないけど、
私はもう先生、学校の先生の印象が悪すぎて悪いっていうか、なんかもうそういうイメージを自分の中で小さい頃から作りすぎて、もうなんか先生イコール意地悪っていう感覚に陥っちゃってるもうもちろん全員が意地悪なわけじゃないし、すごいいい方もいるし分かってるけど、こんばんは。もちろんね、そうだよ、いい方もいますけどね、いい方もいますけれども、そう、いやー、学校あるあるめっちゃおもろいね、本当に。先生あるあるだ、もう個人的には。もう先生という名のもうね、先生ってすごいですよね。毎回先生の話になると文句ばかりで、いや、なんかもうちっちゃい頃から先生っていう立場の方があんまり好きじゃないいや、もちろんいい方もいるよ、わ、すっごいいい先生に出会ったなって思う時もあれば、でも割合的にはあんまりよ、っていう方にばっかり出会ってきたからもうなんか悲しい。ヤヒの問題ではなく、全然自分全く先生のこと好きじゃないから全く関わらなかったもん。ただこの先生すごい意地の悪い方だなとか、すごい本当は子供好きじゃないだろうなっていう方に出会いすぎてそう、ひな本当に先生とあんまり関わりなかったもん、うん関わりたくないって言ったらなんかあれだけど、なんかやっぱそういう印象をさ、こっち側に持たせてしまう方もいるじゃないですか。もうなんか第一印象から、あ、この方好きじゃないな子供とかさ、ちょっと意地の悪い方だなって思う。最初からやっぱさ分かる時あるじゃん。そう、うん、こんばんは。なんか伝わっちゃう時が、やっぱさ子供の方がさ、そういうのってなんか多分さ伝わると思うんだよね。子供なんか、ひなは結構小学生の時とかからそういう先生とかのそういうさ、あ、好きじゃないなっていうのめっちゃなんかすごい伝わる先生に出会いすぎて レインボースターありがとうございます。しかもひなはもう小5の時のもう担任の方が素晴らしすぎて、素晴らしすぎて、本当になんかもうめっちゃ今でも忘れない、今でも忘れない。小学校何年生だ。もうなんかさ、そう、お見舞い先生なんかすごい体がさ弱くてさ、もう毎日入院してた時期のがあってさ、小学生の時の、その時の先生が本当に子供が嫌いな方で本当にもう本当に子供が嫌いなんだろうなっていう方だったんですよ。でもなんか本当にもうすっごい意地悪で、もう
本当にもうみんなに意地悪だった。私だけとか目をつけられてたとかの問題じゃなくて、みんなに意地悪だった。なんかやっぱり先生って頭がいいから、頭のいい子供が好きなんですよ。そう、結局ね、結局先生ってこう自分が頭いいから、多分頭の悪い子供を見るとなんでできないんだよって思って、多分イライラしちゃってんじゃないかなっていう。だからもう頭いい子にはすごく優しくするけど、頭の悪い子には全員意地悪だった怖い怖い怖い怖かったもん本当に。だからもうそれが多分トラウマになってるっていうのもあるかも。本当にトラウマトラウマレベルでもすごい覚えてるもん。なんか同じクラスの子が周りみんな給食食べてるのにずっと勉強させられてるのめっちゃ覚えてる。それでカピカピのご飯、みんなが給食終わった後にカピカピのご飯を食べてたのめっちゃ覚えてるもん。怖い、怖かった。自分も文化祭の時文化祭出れずに、なんかいやなんかずっと勉強してるっていう、めっちゃ覚えてるね。え、なんかそんなこともあったかまあでももちろんいい先生にも出会ったけどね。もちろんいい先生にも出会いました。そんな中、そんな中もちろんいい先生にもね出会いましてね。やっぱ高校かな、高校の英語のそのおじいちゃんこれはもう今度アメリカの方じゃなくて、アメリカの方じゃなくて本当に日本の方なんだけど、すっごいなんて呼んでくれてたんだろう、ヒノのことちょっと覚えてないけど、でもすごい NGT 応援してくれてて、これ何回も言ったことあると思うんだけど、ヒナが NGT に入ってからこう新聞とかその日刊スポーツさんとかになんか載らせていただくと、それをこうヒナのお友達とかに配ってくれてたんだよね。ヒナと新聞に載ってたよってヒナのこうお友達とか仲良かったお友達とかに配ってくれてたみたいで、ヒナ全く知らなかったんだけど、高校卒業してから久しぶりに会いに行ったら言ってて、本当に素敵な方に出会ったなっていう。どうしよう、今度久しぶりに会いに行ったらもういなくなってたら、もうそれだけが心配。なんかもういなくなってたらどうしよう。やっぱ先生ってね移動するからね、いなくなってたら寂しいな、もう会えないのかな。そう、久しぶりに会いに行った、すごい応援してくれてましたうん、担任の先生もね、当時はすごい嫌だったんです。私本当に当時はまあすごいいい方だけど、まあ結局はすごいなんかひなすごい授業中寝ちゃうタイプだから、結局はもうひなたってよく言われてたから、なんだよ担任って思ってたけど、やっぱすごい言い方だったなって思います思いますね。当時はもううるさいよって思ってたけど、すごい言い方だ、言い方でした、言い方でしたね。これはもう、これはもう確実に私が悪い話なんですけど、でもこれもそのひなが久しぶりに高校卒業して会いに行ったら、ああもう喋り方とか大人になったな、あの時は子供だったのにって言われましたあの時は子供だったのに、もうこんな大人になったなってすごい言われました。
なんか子供もできたみたいで赤ちゃんの写真見せてもらった。超可愛かった。こんばんは。ね、当時はね嫌だったけどね。もう寝てんだよこっちはっていう感じ。まあこれは確実に私が悪いんですよ、うん、でもすごい当時はもう担任全くって思ってたけど、本当に素敵な先生だったなと思います。あんなにさ、もうひなたってめっちゃ授業中言われてた。みんながこうやってうとうとしてるからさ、ひなた起きろってよく言われてたな。言われてたな。言われてましためっちゃ。だから私はいかに担任にバレないように授業中寝るかっていうのをどんだけね頑張って工夫したか。めっちゃ工夫したよ本当に。でもひなはもう最終的に、まあ最初教科書を立てて顔隠して寝るっていうのもあるんだけど、意外とバレるんですよ。なんかね意外とバレるんですよ。だから私的編み出した方法は鉛筆を動かしながら眠るっていう。こうやってあ、なんかさ、こうやってさ下見ると目つぶってるじゃん。ひな今目開けてるんだよ。開けてるけど前から見てると目つぶってるように見えるじゃん。それがあるやんって思って、こうさノート書いてる時って下向いてるからみんなこう目はこうなってるわけですよ。だから別に閉じてもバレないんじゃないかって思って閉じてちょっとうつむいてこうノートを見ながら鉛筆をこうくる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 適当に動かして眠るっていう。意外とねいけるんですよ。まあ結局もう夢の中に落ちちゃったら手は止まっちゃってもううとうとしちゃうけど、でもそれでも夢の中にさえ落ちなければまあなんとか目つぶることだけでもさできたらさいいじゃないですか。私的にはそれでしたね。自分的の寝る方法自分的寝る方法。こんばんは。懐かしいな。もうそんな経験もできないんだもんね。なんか泣けてくる。自分もう社会人なんだもんね。その時が一番楽しかっただろうな。やっぱ学生が一番楽しいんだと思うんです。先生側に立つと一瞬でわかるよね。いや本当そうなんですよね。絶対確実にバレてたと思います。本当にバレてないわけがない。またやってるよって思われてたかも。うん、絶対にね、絶対に思われてたと思う。普通にわかってると思う先生は。ひなが寝てたの嫌な思い出も今となっては、そう本当に嫌な思い出もたくさんあったけど今となっては本当に。ね、なんかひなやっぱでもクラスにこう NGT 受かったことをバレた時がすごい一番なんか覚えてる。なんかすごい一番なんか高校の思い出たくさんあるけど
なんかクラスに NGT に受かったことがバレた時が一番なんかやばいって感じだった。なんかみたいな、みんな結構なんかみたいな感じだったんだよね。ちょっと怖かった。だから周りの反応がめっちゃ怖かった。やっぱさ、ちょっと私ブサイクだったからさ、やっぱ女子の反応もなかなか怖かったのよ。そう全然か、自分が可愛ければ、まあ、あの子可愛いし納得って思ってもらえると思うんだけど、ブサイクだったから、え、なんであの子がみたいな雰囲気がすごく怖かったそう、可愛ければ別にいいんですよ。可愛ければあの子可愛いから分かるわって多分反応になってたと思うんだよね。でも可愛くなかったから結構ちょっと、え、なんであの子がみたいな反応が一時期あった時が一番怖かった一番怖かった。うんうん、ハートありがとうございますうんうん、ね、懐かしい。可愛かったらよかったんだけど、なんか可愛かったら絶対さ、あの子可愛いから納得だいやって多分言われてたよね。うん、可愛かったらよかったのにな。可愛かったらよかった。すごい、だからなんであの子がって言われたりしてた時期がすごい一番辛かったかもしれない。辛かったかもしれないいや、そうだよなって思いながら、その通りなんだよなってレインボースターありがとうございます。やっぱさ、しかも周りにはさ可愛い方ばっかりだったんですよね。本当になんか可愛い方がすごく多かったんですよ。マジでなんかもうモデルさんですか女優さんですかみたいな方がすごく多くて、だからこそ私のこの芋感がすごい目立ってたこの田舎娘感がすごく目立ってましたねそう、懐かしい。もうさ、受かってそのクラスにバレた時が一番やばいバレたってすごい冷や汗かいたのめっちゃ覚えてる。なんかみんなが高校だからみんなさ携帯見てるわけよ。みんなでたかって携帯見てこうさ受かった時の集合写真を見ててさ、でなんか、え、あいつがみたいな、その時しかもまだ全くなんか周りと仲良くなってない時期だったの。あのね、本当に入学したてだったから、え？みたいな入学したてでしたねそう、懐かしい。本当にめっちゃ懐かしい。懐かしすぎる。懐かしすぎてエモいエモい。わー、ひなも高校生だったのか。
もう社会人になっちゃった。みんな社会人になっちゃったんだね。田舎娘感に惹かれました。本当にありがとうございます。懐かしいな、学生の時ってひなどんな人だったんだろう。学生の時どんな人だったの。なんか今日いとこのお母さんに、あ、なんかね、今日あのいとこのお母さんとおばあちゃんとあの紅葉を見に行ってきたんだけど、なんかひながちょっとなんか犬散歩してた方にあのね、なんかこれってあの今なんか弥彦公園ってハート、もみじでハート作ったりぐるぐるぐるっていうのを作ったりしてくださってる方がいるんですよ。それを写真撮ってた時にひながあの犬散歩してた方にこれって他にもあるんですかって話しかけられて、でひながこう、あ、これ毎年あってそこら辺にもあると思いますってその方にねこう教えてたんですね。でもさっきいたんだけどなくってって言われて、私も今ここにしか来てないのでちょっとわかんないんですけど、なんか探してみたらあると思いますって言ったんですね。そんな感じの、まあそんな感じ、雰囲気的にはそんな感じの会話をしたんですよ。でそしたらその後いとこのお母さんに、ひなたって喋れるんだねって言われて、びっくりしたわって、なんかちょっと聞かれてひながさ、その答えただけでもう本当にそんなことすらできないと思われてたみたいで、ひながひながなんか大人と喋ってるのが信じられないみたいな。ひなって本当にいつもね、人見知りだからあんまりその大人と喋ってるところ多分見たことないと思うんですよ、そのいとこのお母さんからしたら。でひながすごい、あのそこら辺にもあると思いますっていうのをただ伝えてただけで、すっごいいとこのお母さんにびっくりされて、喋れるのみたいないや喋れるでしょみたいな、そんぐらい喋れるわみたいな。でも確かに昔の自分だったら、でもすごい人見知りが出てたかもしれない。でもやっぱりこう、一応私は高校1年生から社会人になったわけだから、社会人っていうか、まあ学生ではあるけど社会に出たのは、まあ、一応高校1年生からだから、さすがにもうね、さすがにこう大人とこう大人の方とたくさんこう接するこの世界に入って、さすがにそんぐらい喋れるわって思いましたね。さすがにそんぐらい喋れるわと思いました。すごいびっくりされたんだけど、今そんなに喋らないと思われてたんかな。まあ確かにそんな印象ないし、多分大人の方と喋ってるのきっと見たことないと思うんだよね。もうさすがにそんぐらいできますよと思いました。そう。すごい、なんかその犬散歩してた方がすごい、なんかさっき探したけどなくってって言ってたから、でも毎年あるので多分去年そこにもあったのでって言っただけやん。すっごいびっくりする、本当になんかもう喋れるんだねみたいな、喋れるよねそのぐらいね。すっごい子供だと思われてるみたい、いとこのお母さんに。はい、ということで、まあでもね、私がまあ一応社会人になって成長したっていうのをね見せられたのということにしておきます。ではランキング読みます。13位ひーさん、ありがとうございます。12位ゆうたさん、ありがとうございます。11位ひろゆきさん、ありがとうございます。
10位アグさん、ありがとうございます。9位トトちゃんさん、ありがとうございます。8位ゴリポンさん、ありがとうございます。7位リックンさん、ありがとうございます。6位ウッチーさん、ありがとうございます。5位マシオさん、ありがとうございます。4位ヤッキーさん、ありがとうございます。3位ティンバレラさん、ありがとうございます。2位ケンワンさん、ありがとうございます。第1位ポクレンバサランさん、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで今日の配信はこれで終わりにしたいと思います。明日は朝7時から配信しますので、また明日朝久しぶりにね、こうなんかお家での朝配信です。平日の明日は7時からです。よろしくお願いします。では今日も一日お疲れ様でした。また明日、ありがとうございます。おしゃべり会よろしくお願いします。今受付中です。待ってます。ありがとうございました。また明日、おやすみ、バイバイ。今日も一日、あ、意外と時間ある、意外と時間ある、あ、あと30秒。ありがとうございました。おやすみなさい、バイバイ。今日も一日お疲れ様でした。また明日、バイバイ。おやすみなさい。ありがとうございました。バイバイ。誕生日でした。おめでとうございます。お誕生日おめでとうございます。めっちゃギリギリになっちゃって。ごめんなさい。ありがとう。おやすみ。おめでとう。おめでとうございます。バイバイ。おめでとう。